美味しい料理を作りましょうね。まず人参を切ります。次は調味料で味付けです。最後はいよいよ煮込みです。隊長、これはちょっと。美味しい料理を作りましょうね。まず人参を切ります。次は調味料で味付けです。最後はいよいよ煮込みです。
ちょっと。Thank you.
さくらさん、どうなさったの？カンニーヤ、あんたがこないに怖がるとは思ってもみいひんかった。雷様に、おへそ取られちゃう。はあ？さくら、あなた本気で言ってるの？大神少尉、大神少尉、米田長官がお呼びです。司令室までお越しください。隊長、米田長官がお呼びです。地下司令室へ行ってください。隊長、私たちに任せてください。それにしても雷様が怖いなんて、よく後部で戦えますこと。アイリスだって雷様怖いもん。さくらはよっぽど幼い頃に怖い思いをしてるんだな。ちょっといいですか？